メンデリーは学術論文の管理とオンラインでの情報共有を目的としたデスクトップアプリケーション及びウェブアプリケーションの引用管理ソフトウェアである PDF ファイルの文献情報を管理するデスクトップアプリケーションであるメンデリーデスクトップとオンラインの研究者ネットワークを提供するメンデリーウェブから構成されているメンデリーは2007年にロンドンで創始され 最初の公開ベータ版は2008年8月にリリースされた。開発チームは様々な学術機関の研究者、大学院生、オープンソース関係の開発者らから構成された。メンデリー・リミテッドへの出資者の中には、ラスト .fm のかつての総括責任者やスカイプ立ち上げ時の技術者、ワーナーミュージックグループのデジタル戦略担当主任、それに、 ケンブリッジ大学や、ジョンズ・ホップキンス大学といった大学の研究者たちが、含まれている。メンデリーは、ヨーロピアン・スタート・アップ・オブ・ザ・イヤー2009や、テック・クランチ・ユパスのベスト、ソーシャル・イノベーション・ウィッチ・ベネフィッツ・ソサイティ2009など、いくつかの賞を受賞している。また、イギリスの新聞であるガーディアンは、メンデリー・リミテッドを、トップ100テック・メディア・カンパニーズの、第6位に位置づけた。 ウェブサイトのメンテナンス中に表示される空飛ぶスパゲッティモンスターモンスターの頭上にメンデリーのロゴが輝くメンデリーの公式サイトのサーバーメンテナンス中にはミケランジェロのアダムの創造のパロディである空飛ぶスパゲッティモンスターのイラストが表示されるメンデリーのウェブサイトではしばしばこの画像が登場しフリッカー上で高解像度版が提供されているありがとうございます